はい、こんにちは、下村です。はい、今日の動画はですね、私の部屋のルームツアーということで、引っ越してもう2ヶ月ぐらいもう経ったんですけど、やっと家具とかが揃ったんで、ちょっと改めてルームツアーをしてみようと思います。メンバーシップの方では家具が全然ない状況の時にザーッとルームツアーを、メンバーシップ限定動画みたいな感じで、流したんですけど、今回、改めてしっかりルームツアーしてみたいと思います。家具がしっかり揃ったんでね。はい、ではやっていきます。で、ここは今玄関ですね。玄関あんまり靴ないんですけど、こんな感じで、こんな感じですね。結構棚もいろいろ物が入る感じでですと。はい、そしてここにエントランスみたいなところですね。これ見た目結構いいですよね、この壁。結構これ気に入ってて、で、ちょっとここに出かける的な時のものがあって、あとフレグランスとかがあります。結構高かったですね。で、どっから入ろうかな。で、トイレ。で、ここは風呂場ですね。ちょっと汚いですけど、はい、こんな感じで、これが、ドラム式洗濯機、これが洗面所ですね。結構綺麗、一人暮らしには全然十分だなというような感じですね。で、ここが風呂場ですね。はい、ちょっとさっきシャワー浴びたんでちょっと濡れてますけど、はい。で、ここは私のリビングですね。ただ外は映さないんですけど、こんな感じで私の部屋です。はい、ちょっと一個ずつ解説していきます。で、ここがまず僕の、仕事部屋ですね。仕事部屋、ここで仕事してますと。はい、ここデュアルモニターでやってます。これパソコンがあって、で、これでちょっと調べ物したり、音楽流したりとか、まあいろんな用途で使ってるという感じですね。まあこれにデュアルさせて3画面でやることもあるんですけど、基本はしないですね。はい、まあ、全然これで十分でかいんで、まあ、これとこれで仕事をやったりしますと。はい、で、ちょっとまだこのケーブルがね、ちょっとこんな感じでダサいんで、ちょっとまたいつか直そうかと思うんですけど、はい。で、これが棚がありますと。で、これリビングで、で、リビング、このソファーが一昨日届いたんで、はい。これが届いてからちょっと動画を撮ろうかなと思って、ちょっと今までなかなか撮れなかったですけど、はい、やっと届きましたと。まあ一応ね、これニトリで買いました。ちょっとね、高級鍵屋みたいなところも、ちょっといろいろ回ったんですけど、一周回ってニトリだなというふうに思いましたね。はい。で、これ、この机がなかなか良くてですね。これ全然安いんですけど、これ、ちょっと今、片手じゃ上げれないんであれなんですけど、これ、上に上がります。なんで、結構ね、なんていうかな、ご飯食べるときとか、いいですね。で、ちょっとこれ、さっきジム、トレーニングしたんで、ちょっとプロテインバーとコーヒーと、で、コーヒー飲むときは必ず、水も交互に飲んでるんで、ちょっと水と一緒に飲んでます。ホワイトニングしてるんでね、コーヒー単体で直飲み、これはやめるようにしています。まあ、コーヒーやめるのが本当は一番いいんだけど、ちょっとコーヒーやめるのはちょっときついということで、そんな感じでやってます。で、はい、こちら、寝室です。はい。で、ここ棚があって、棚ほぼ入ってないですね。はい。ほぼから。僕あんま荷物ないんで、ここが寝室で、キッチン。まあ、もう見えてるかもしれないですけど、アイランドキッチンってやつですね。で、自炊は、まあ、稀にやってますと。はい、最近ちょっと、なるべくちょっとするようにしているというか、なんか、する気持ちになってきたんで、やっています。最初の頃は、もう調理器具も全くなくて、なんか、食べに行ったり、ウーバーイーツやしたり、このマンション、コンビニがすぐ下にあるんで、そこで、買ったりしていますと。で、ここが、あれですね。なんか物を入れたりできるんですけど、そのうちの一つで、ここに、自動食洗機があります。はい、これめちゃめちゃお気に入りです。そして、はい、冷蔵庫。まさしくザ一人暮らしの冷蔵庫ですね。はい、ザ一人暮らしの冷蔵庫。で、もう一回入れます。中には、まあ、あんまり物入ってないですけど、まあ、ドリンク、コーヒーとか。で、ここに、プロテインバーが大量になります。で、これが、麻薬卵って言って、煮卵、漬け込んでます。で、最近ちょっと自炊、ちょっとする気持ちになったんで、はい、豚肉、買ってやるっていう感じですね。はい。
で、こっちは、あ、何があったかな、まあアイスとちょっと冷凍のシーフードとかぐらいかな。はい。で、はい、家具系ですね。家具系、まずこれバルミューダ買いました。多分レンジの業界ではなかなか高級メーカーかもしれないですけど、ちょっと見た目がかっこいいなと思ったんでこれ選定しました。ちょっとね、奮発して買いましたと。はい、まあ機能はあんまりよくわからないですけど、まあ、普通に温めることしかやってないです。はい。で、次これもバルミューダで揃えました。はい、湯沸かし器、まあ、これはそんな高くないですね。1万か2万か忘れましたけど。はい。そしてダイソン買いました。これ4万ぐらいかな、忘れたけど。はい、そんな感じで、ダイソンやっぱり軽くて掃除しやすいなという風な感じですね。はい、そんな感じで、これが我が家って感じですね。まあ、ここでかなり仕事をこなしております。はい、もう一日のほとんどをね、もうこの机で私は過ごしています。まあ、ここでね、ズームの打ち合わせとかやったり、まあ作業したりとか、はい、まあいろんなことをここで仕事をしているんで、なるべく効率よいい作業場にしようというふうな努力をしています。なんか、仕事が効率よくなるようなグッズとかもしあれば、ぜひコメント欄に書いてください。はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じで、ちょっとこれ荷物、これ友達の荷物、吉田さんがね、ちょっと今日来てるんで荷物が邪魔っすけど、はい、そんな感じで私のルームツアーでしたということで、しっかり、なんていうかな、結構家賃もそこそこするんで、結構なんていうかな、結構いい家に引っ越したなというふうな気持ちではいるんですけど、はい、まあこの新居楽しんでいこうと思いますということで、今日はこのルームツアーでした。はい、ではありがとうございました。